川崎市立町備小学校は川崎市多摩区町備にある市立小学校。校舎は南西方向から北東方向へ伸びている。校舎の南側はプールがあり、北側に校庭がある。校庭は第1から第4まであるのが特徴。メイングラウンドである第1のほか第2は野球部の練習。第3と第4は畑として使われている。第三と第四は 道路を軸とする対象の位置にある。メイングラウンドには、本校の象徴である、ジャンボ滑り台がある上に丸太渡し、滑り台、ジャングルジム、登り棒、鉄棒などがある。鉄棒周辺に、児童施設ワクワクプラザが併設されておりこの施設は、時間制で児童を預かる施設で主に低学年が、使用する。ワクワクプラザの隣には、業務用及び授業用の倉庫があり、 体育で使用される石灰ラインやハードル棒などは、ここで管理されている。校庭から南側、校舎の方を見ると大階段と呼ばれる階段がある。運動会の際はこの階段の上部中央に特典表が掲示される。また校舎に向かって、大階段の左側にはスロープがあり、階段を登らなくとも昇降口へと行くことができる。一時はこのスロープのみを、 使用家としていたため、現在でもスロープを利用する児童が大半である。またスロープの脇には、紫陽花が咲いている。昇降口の前の広場は、職員室の真下にあたる。ここには以前、石の標本が並んでいたが、現在は、撤去されている。昇降口に向かって、左側には、各学年分けされた花壇と恋のいる池、うさぎ小屋などがある。 さらに進むと裏側のプールへつながる。また、職員用商工口階段もこの近くにある。平成30年4月時点での生徒数は272人である。基本的に1年から6年までにクラスの授業展開だが、一部の学年では1クラスで授業をしている学年もある。算数では少人数制を採用しており、半数は教室で。 残りの半数は3階の多目的室を使用している。ただ、この制度は全学年ではなく一部の学年のみ適用されている。主な学校行事のみ掲載する。細かい行事は以下の出典を参考のこと。児童数、教職員数川崎市立町尾小学校、学校行事川崎市立町尾小学校。ありがとうございます。